好きこそものの上手なれ。好きであることが物事の上達の道だということ。一般的に芸事や習い事は好きになると関心が深まり、それに割く時間も長くなり、結果として腕前が上がりやすい。手のひらを返す。わずかな間に全く変わってしまうこと。また露骨に態度を変えること。手のひらをひっくり返すのは至って簡単なことから来ています。挨拶は時の氏神。争い事が生じた時、仲裁する人がいたら、その人は氏神様のようにありがたいものなので、その人の調停に従うのが良いということ。挨拶は仲裁者の意味。生き大名、帰り小敷。はじめに浪費して後で窮してしまうこと。旅に出て最初のうちに持ち金を景気よく使ってしまい、帰路は物乞いになり果てるということから。悪事身に返る。悪行は最後には自分の身に返ってきて、自分自身が苦しむ結果となる。自業自得、身から出た錆などと類義語のことわざで、江戸時代前期から見られます。強人走れば不強人も走る。人間は他の人につられて行動しがちであるという意味。釈迦に説法。その道の専門家に相手が熟知していることを教える愚かさの例え。お釈迦様に仏の道を説くということから。臭いものに蓋。不都合なことや醜聞が外部に知れないように、その場しのぎの手段や方法を講じて表面を取り繕うことのたとえ。悪臭を放つものを臭気が外へ漏れないように蓋をするということから。死者に鞭打つ。死んだ人を非難したり、生前の言動を実際よりも悪く言うこと。中国の故事に、父と兄の仇を討つのに、すでに死んだ王の墓を暴き、その屍に300回の鞭打ちをしたということに由来している。弔問の一心。急所を鋭くつく厳しい戒めのこと。弔問とは頭の頂きのことで、頭のてっぺんに一本の針を刺すということから。ひくれて道通し。時間を無駄に費やし、まだなすべきことは山ほどあり、遂行するにはほど遠いということ。日が暮れかかっているのに目的地にはまだ遠いということで、日暮れは年老いたことや残り時間が少ないことを言っています。野良猫の隣歩き。怠け者が実業を放り出して遊び歩くたとえ。踏めばくぼむ。何も行動しなければ反響もないが、何かをすれば反応はあるものだということ。味噌もクソも一緒。綺麗なものも汚いものも、良いも悪いもごっちゃにすること。むちゃくちゃな様。
酔いどれ、怪我せず、執着心やわだかまりのないものに大失敗はないということのたとえ。ひどく酔ってだらしなくなったものはつまずいたりぶつかったりはするものの、案外に大怪我にはならないということから。楽あれば苦あり。今楽な思いをすれば将来は苦労することになる。楽と苦の順番を入れ替えた苦あれば楽ありという言い回しもある。ゆりかごから墓場まで、生まれた時から死ぬまでという意味。もともとは第二次世界大戦後にイギリスの労働党が唱えたスローガンで、生涯にわたる社会制度の充実を言っていた。大会を手で塞ぐ、できるはずのないことのたとえ。旧牛の一毛、大多数の中のごく一部のこと。9頭の牛の中のたった一本の毛をなぞらえたもの。言うは易く、行うは難し。口だけで言うのは簡単だが、言ったことを実行するのは難しいこと。枯れ木に花の咲く。落ち目だったものが復活すること。また、どんなに願っても実現しないこと。君子に二言なし。君子たる者は、一度口にしたことに責任を持ち、変更することはないということ。自慢のクソは犬も食わぬ。むやみに自慢ばかりする者は誰も相手にしないということ。寵愛講じて甘になす。愛情も度が過ぎればかえって本人のためにならないこと。親は目の中に入れても痛くないとばかりに娘を可愛がって育て、嫁にもやらず、最後は尼で一生を終えるというもの。